はい、今回はですね、211に円錐構成等のですね、チャート解説をしたいと思います。こちらは5分足のチャートになります。これ8日ですね。8日の色付きはこちらになります。で、11時前ぐらいにですね、ニュースが出て、ガンミサイル療法というね、やつで関連のニュースが出て、大きく、ね、ストップ高までね、上げていったわけですけれども、ハヌマンがですね、場中に書き込みをしているんですが、11時20分にね、書き込みをしています。で、地合いが良いと、今はまあ全体的に上昇相場でいいですね。地合いが良いと、証券会社のツールにニュース載ってから、3段上げ目に来ることが多いですと。で、この SBI 証券だとですね、この円錐構成等に関するニュースが載ったのが、10時52分に載っているわけですね。で、ハヌマンが書いてこの3段上げというのは、これがまあ1回目、2回目、で3回目の上げですね。まあ、これを3段上げという言い方をしますね。で、実際にニュースが出たのはね、まあ、10時52分なんですけれども、まあ、実際そのニュースをね、知ってる方々がね、こういったところでもう先回りしてね、まあ、買ってるんだと思われます。我々一般投資家にはね、そういったニュースが出てこないだけであってね、そういったニュースを掴んでる人はね、もう早々と買ってくるわけですからね。で、これで見ると1段上げ、2段上げ、3と来てますけども、最近は地合いが良いので、ニュースが出てからですね、ニュースが出てから3回目に上げに来ることが多いというですね、まあ、そういった相場の変化をね、感じ取ることができれば、まあ、ニュースをね、まあ、これをまあ見ないとね、どうしようもないわけですけども、証券会社のそういったニュースを見られている方はですね、当然チャートを見て判断するわけですが、1回、2回来てね、調整してきているようだったら、そこをまあトレンドラインとか引かれてね、ブレイクするところを参戦とかでね、行けば、まあこの銘柄だったらですね、わずか20分の間でね、290円ぐらいからね、330円台まで上がるわけですから、まあ、この間で20円とかね、30円も取れれば非常に美味しいわけですよね。低価格ですからね。で、こういったあの変化ですね、今、地合いがいいのでね、これで1、2、3来ることが多いとかですね。で、これがまあそのうちね、相場がだんだん上値が重くなってくるとね、3段上げがしなくなるようになりますからね、ニュースが出たにもかかわらずね、反応が全然出てこないとかね、そういうふうになったらそろそろ相場が調整するとかね、警戒モードに、ね、入ることもできますので、重要なのはそういった相場の変化ですね、変化に気づくことがね、非常に重要ですので、まあ、こういったところもね、まあ、聞けばね、当たり前のことなんですけども、そういったのはやはりね、自分でこう見つけられるようなね、ことをしないとね、なかなかずっとね、取っていくのは難しいですので、こういったのは日々ね、意識することによってね、気づくようになりますから、ぜひなんかいろんな変化をですね、まあ、気づくように視点をね、まあ、考える癖をね、つけていただければいいかと思います。では以上でですね、円錐構成等の解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。